Peggy 12. はるか昔、 魔人から世界を救ったのはたった一人の魔導士だった。彼は魔法帝と呼ばれ伝説になった。これは魔法が全ての世界で人々のために戦い次なる魔法帝を目指す騎士たちの物語。100年ぶりの皆既月食か。 魔法帝、王都に賊が侵入しました。久しいな。最後に別れくらい言わせてやる。何かなんだかさっぱりわかんねえ。ここ何か嫌な予感がするわ。ヤミさん、ヤミドン中将ない？俺はヤミ助弘だ。この崖がヤミさんだってのか。 連れてくるだけで俺たち死にそうになったんすよ。若いのに超可愛くていいわね。若い頃から強かったんだね。お前ら俺のこと知ってるのか。どういうこと。ここにもう一人カルナって女がいたよな。準備は整った。魔もなく来る月食の夜、楽しみにするがよ。カルナ、私自らの手で王都を破壊してくれる。なんてるかボケ。 みんなでここを守りきるのよ。ミラーズブリゲイド燃えるね。こいつ何したんだ。本気で行く。操られてるのよ。これな。あの女、白夜の魔眼と通じている。協力して王都を襲撃するつもりだ。まだ諦めてねえぞ。何としても守り抜くんだ。今魔法騎士団の新たな戦いが始まります。ブラッククローバー、カルテットナイツ。俺はまた助けられねえのか。